太陽のお城観光ツアー始まる、イエーイということで、はい、今回はですね、なんとですね、ツアーガイドちゃんのパート変わります。はい。あ、おお、ちょっと待って。はい。ということで、今回のですね、ツアーガイドさんじゃですね、こちらのですね、アシュリーちゃんに行っていただきますということで、アシュリーちゃんですね、あんな奇抜な格好でね、皆さんをね、旗振ってね、こちらですよ、と追いかけていくっていうわけにはいきませんので、今回はですね、清掃にとお届けしてまいりたいというふうに思っております。ということで、まずはですね、こちらの階段を進んでいきましょう。で、こちらですね、すでにね、羊とですね、羊じゃねえや、ヤギだ。ヤギとですね、蛇の頭がぶっ刺さってますんで、最後にですね、ライオンの頭ちゃんをブワーンとぶっ刺していきましょうということでございます。で、ライオンちゃんのですね、頭をぶっ刺すとですね、なんとカチャリンと開いて、さあ、こちらからですね、アシュリーちゃんが観光してまいりましょうということでございます。と思ったらですね、やっぱりアシュリーちゃんはですね、ものすごく人気なアガーザーでございますんで、後ろということでですね、後ろから、あ、俺たちも連れてってくれよ、観光ガイド連れてってくれよと、あ、もう先着限定してるんだよ、ここは、ここのね、ガイドはね、もう、今回ね、見ていただいてるし、ご視聴者さんだけだからね、お前たちを連れて行くことはできないんだよ、ということでね、あ、そんなこと言わずに私を相手してってよ、ということで、だからうるせえ、黙れって言ってね、もう鉄拳じゃねえや、もう銃弾落ち込んで制裁を加えていくという、そんな感じでございますね。頭もぶっちょーんでございます。はい、で、だーだーと、これがかっこいい、かっこいい、かっこいい。で、こんなことができるっていうのは、やっぱりエージェントとしてね、やっぱ、いろいろと培われたものがあると。はあ、はあ、これで誰もいなくなったということでね、はい。で、間でですね、わずかこの距離しか進むことができないので、ガーン、ガーンということなんですけれども、はい、皆さん、ご注目ください。はい。この格好をして、ですね、ね、全然色気もクソもねえわ、ということかもしれないんですけれども、はい。今度は逃げないと、逃げちゃダメです。あなたの仕事は今からこれツアーガイドをするんですから、逃げられたら困ります、ということでございます。はい。で、皆さんね、こちらの清掃なんですけれども、今申し上げたように、色気もクソもねえわ、ということかもしれないんですけれども、よーく見てくださいね。よーく見ていただくと、やっぱりですね、あるべきところにはあるんですよ。この膨らみ。たまらないでございますね。で、こっちに戻ろうとするとですね、いけないということですね。まあ、行ったらたまらないということで。行ったら、俺たちも参加させてくれよという人たちがいるんですけれども、はい。で、こちらですね、かつてはですね、ゴディバのチョコレートがあったんですけど、ゴディバのチョコレートはですね、もうね、ここのね、管理人さんがね、もう、幹部にならん、辛抱たまらんということで、ね、全部取ってちゃったということでございます。はい。で、こちらの時計、実はですね、チル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 ってなっているんですけれども、これよく見ていただくと、11時前なんですね。で、11時ジャストか。11時ジャストなんですけど、11時ジャストのやつでね、カン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 ってなったら、まあまあ、難しいということでございます。で、こちら今ですね、夜中の2時ですね、いわゆる牛蜜時の時間帯になればですね、はい、目がギョロギョロ動き始めてですね、ポッター、ポッター、ポッターっていきなり言い始めるというところでございます。はい。で、こちらのですね、明かりを取ると、ツアーガイドしっかりと、マシンスタートとかで、テレッテッテレーっていくと、怖い。皆さんびっくりしました。はい。で、これはかつて地球儀だったっていうところですね。で、皆さんこちら注目していただくとね、ちゃんとですね、アシュリーちゃんパンティーラインがあるということでございます。はい。まあ、お尻のところはですね、ガチガチに固められてしまったりですね、なかなかできないということですね。はい。で、こちらの作品はですね、フェルメールによって書かれたもの、作品になります。はい。で、ベッドを見つめる女ということですね。昨晩、あんなに人と激しく愛しちゃったのに、って言って、立ち尽くす。で、立ち尽くすのもう座って終わってるみたいな感じのところでございますね。はい。で、これですね、サーベルタイガーになることができなかった、なんかの牙の、骨格標本でございます。はい。で、こちらですね、はい、例のですね、赤い、服をまとった、なんか変なおじさんがいましたよね。はい。それがなんかカン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 鳴ってるという、こういうことです。で、こちらはですね、皆さんがナンパとか前にお会いしたですね、上主いらっしゃいますね。上主さんがですね、やっぱりハンティングがお好きでございまして、で、まあ、イノスケなんかもいたりもするんですけど、ハンティングがすごくお好きでして、そのハンティングをした結果のですね、キャーって言ったんですけども、まあ、各々それぞれ取ったんですね。はい。脅かされてよって言うんですけれども、仕方ないですよ。上司さんの趣味でね、ハンティングした、それぞれの獣のね、首をね、狩るということ、狩られるですね、ということでございますんで、はい。で、こちら進んでいくとですね、まあ、いろいろとあるということなんですけど、ちょっとね、あんまりダラダラーってやってても仕方がないので、そろそろ走ってみようかなと思うんですけれども、なんかここでね、カチャーンってなってるんですけど、よくよく見ていくとですね、こいつね、完全に侵されているっていうのがわかるんですよ。今なぜか動かないよーっていうことなんですけれども、よくなかなかね、見ていくとですね、はい。この中にね、寄生虫がいっぱいね、もうムニムニってなってるので、ね、もうこいつ動くこと間違いねえじゃねえかーっていうことはもう間違いないですと。で、こちらの時計ですね、もう実はもう答えは分かっている。答えは分かっているんですけれども、はい、残念ながらですね、はい。ちょっとこちらでですね、私、
宝物をですね、漁っていきたいなというふうに思っておりますんで、まあまあ皆さんとですね、こちらを進んでいこうというふうに思います。はい。で、先ほどのですね、フェルメールの絵でですね、ベンチソファーに携わってね、激しくあんなに昨晩愛しちゃったのに、私のことを後ろからめちゃくちゃついてくださったのに、あなたという穴を犯していただいたのに、という女性が、はい、こちらの椅子に座っているというところでございます。はい。で、その椅子に座っている女性がですね、もう行くってなった瞬間には、こんなピーンって全身がピーンって伸びているというような状態でございますと。はい。で、こちらですね、はい、女性や男性がですね、行く瞬間にね、このね、二人のシルエットの通りですね、行き果てるという、もう まさしくも言葉通りですね、行き果てるということでございます。はい。で、こちらの方進んでいくとですね、はい、なんとですね、無事にですね、結婚することができました。はい。激しく愛し合ってですね、男性も満足したんですけども、やっぱりお前なしじゃ生きられないよって、お前が大事なんだよってことでね、無事結婚することができてですね、はい。で、通常であれば、ベールを被るだけなんですけれども、王冠まで被せてくれるというね、なんとも心優しい旦那さんを掴むことができましたということでございます。で、さらにそれの2年後ですね、あんなに愛しちゃったの、結局こうなっちゃうのねって、はい。ということでございます。はい。で、そんな中ですね、こちらの、ちょっとやっぱり人間ってね、もともと自然界に住んでいたものですから、やっぱり自然に触れてね、なんとかこう、心を癒さなくてなんとかならないかなと思ったんですけど、なんかその心を癒しすぎたがゆえにですね、こんなハゲちゃったということでございます。これはどっちかというと男の話なんですけどね。はい。でも、誰々やってっても仕方がないのでね、こちらの方進んでまいりましょうということで、はい。ここにいろいろとですね、あるんですけれども、まあ、ここいろいろとあるんですけれども、まずはですね、粛々とですね、はい。こちら進んでいこうかなというふうに思います。で、こちらの中に隠れているですね、はい。やつに関しては、後ほどね、バーって出てくることになってますんで、とりあえずお化け屋敷担当ということでございます。はい。で、こちらがですね、まあ、波ですね、これが今から私の塩をぶっかけるからねっていうのとですね、塩をぶっかけられすぎてですね、下半身が溶けてなくなっちゃったっていう人とですね、はい。で、なぜか狐になったお化け Q ということと、はい、これから私の塩をぶっかけるからねということで、パート2でございますね。はい。で、こちらの方まで進んでいくとですね、ツアーガイドさんのですね、親戚のですね、タロペロスさん、ちょっと今、不在にしてらっしゃるみたいですんで、まぁ、ちょっと一旦ですね、はい、ちょっと私のですね、はい、まぁ、親愛なるアシュリーちゃんが、普段隠れている場所に、ご案内してると思います。はい。で、まあ、アシュリーちゃんがですね、せっかくご案内していただいているということでございますんで、私みたいなね、おっさんの声でね、ペラペラ喋っててもね、皆さん全然燃えねえよということでございますんで、今から本格的にアシュリーちゃんにですね、ツアーガイドをしていただこうと思いますんで、皆さん、はい、バトンタッチしてまいりたいと思います。ということで、皆様、こんにちは、アシュリーでございます。私が今から皆さんのことをご案内させていただきたいと思います。まずはですね、こちらの鍵と持ってることによって、皆さんにですね、私の隠しているへそくりを全部ご紹介していきたいな、なんていうふうに思います。で、こちらを上からチラチラって見ていくとですね、はい、そろそろペロ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 私のことを舐めに来るかなというふうに思いますの で皆さんですね、ぜひね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。で、ペロタロスさんなんですけれども、はい、非常にですね、はい、こちらですね、歩いてますね、歩いてこちらギャーって固まってるということで、嘘でもなく本当だよということで、あ、ペロタロスさんこんばんは、今日も元気ですね。で、何してるのって、カッチーカッチーって、そんなにゴーカッチーして、私で興奮して、そんなそこを固めなくても大丈夫ですよ、と。いつでもあなた、フレッチになったから、ということなんです。で、鍵を開けるんですけど、これでですね、よく見てくださいね。この辺りの周りにある鍵を、こちらチラッと見たら、やっぱりこれ開くんですよ。開かなかった。あれ、どれだっけ、正解わかんない。4つ割ったら、わからないよ、ということなんで、とりあえずもう適当になんかもう全部ぶっ込んでったら、とりあえずなんとなく開くんじゃないか、ということで、こっちカチャコンと開けてて、それでも開かないよ、ということなんで、やっぱりこれが正解だったということでございます。はい、お魚がなんか周りでキューンってなっているんです。はい、キューンとなってゼッペンってことで緊急救出するでございます。はい、でなんだ皆さん、この甲高い声によってですね、だんだん耳がいかれてくるかなというふうに思うんですけれども、大丈夫です、喋ってる私の喉もいかれきってるんで、皆さんと共にですね、はい、いかれていきましょうということで、積極的求愛ありがとうございます。そうです、そうです、私のね、あなたのそのたくましい肉棒をですね、私に向かって刺して、どんどん刺していってください、刺してください、切り落とすんじゃなくて刺してお願いします、刺すんです、切り落とさないでください、はい、お願いします。ということで、こちらの方に進んでまいりましょう。で、こちらの方に進んでいくとですね、出てきた、今度はですね、タロタロスさんですね、タロタロスさんも、あなたのその立派な肉棒、効く、気持ちいいということなんですけれども、そうなんです、刺しちゃダメなんて、刺さないとダメなんです、肉棒はですね、切るものじゃなくて刺すものなんでね、そこら辺ご注意してくださいね。ということで、上の方を見ていくと、これなんでございます。はい、これをカッチャンと開けるとですね、エスカレーターがガチガチと開くんですけれども、タロタロスさんとペロタロスさんが、私の肉棒、私には肉棒なかったわー、痛いわー、バイバイ。ちょっと休憩。やっぱり肉棒は切るものじゃなくてね、やっぱりね、刺さなきゃいけないですからね。ということで、オープンセサーミー。
ちなみに本日のですね、私のお供はですね、朝日飲料さんのですね、ドデカミンストロング、ファイト超爆発ということで、まあ、アルギニンがね、ドデカミン市場、配合量ナンバーワンということでございますんでね、まあ、ちょっとね、なんだろうな、まあ、エネルギー若干あるのとアルギニンがあってカフェインが少し入ってるって15ミリグラム入ってるんで、まあ、筋トレをする前なんかにないかもしれないんですけど、どうしてもやっぱり、なんて言うんだろう、どうしても、砂糖とかね、それから人工甘味料等々が気になるよっていう方はあまり、おすすめはできないかもしれないですけど、まあ、別にこれ飲んだからって言って、体に悪影響がめちゃくちゃ出るかっていうと、1本飲んだくらい、それはない、10本、20本飲んだとしたら、それは大問題かもしれないですけど、まあ、1本程度飲むくらいだったら全然問題ありませんので、はい。で、ここで一体何の詐欺があったのかっていうとですね、やっぱりタバコの吸いすぎでですね、鼻から頭から、目から、お尻から血が出まくってしまったということでございますんで、はい、皆さんですね、タバコの吸いすぎには気をつけましょうということでございます。はい。で、これ翼がバッサーってなってますんで、やっぱバッサーってなったら本田翼さんということですね。本田翼さんとですね、私ツアーガイドですね、実は同級生でございます。はい、私の同級生ですね、いろいろ出てくるですね、指原理乃さんとかですね、それからローランドさんとかね、まあそうそうたるですね、バラエティの帝王の方々なんかっていうのがいたりするのかなというふうに思います。ということで、本日の時間はですね、まあ実際に私が今これをね、ベラベラツアーガイドやってる時間帯ですね、11時4分なんかではなくてですね、はい、前中の前中1時なんでございますか。はい、カーンカーンカーンってなってますよということでございます。ここでセーブなんかしていかないということですね。はい。で、ということで、ここでガチャンと開いていきますんで、こちらの方に進んでまいりましょうと。はい。で、なんかですね、進んでいくとですね、はい、いろいろとね、おかしなことが起こってですね、こっち開けただけなのにか、にもかかわらずですね、はい。で、なんか、わー、来てるよーってことでね、あー、今度ペロペロスさんですね、ペロペロスさん、あー、ペロペロスー、だから、落ち着いて静かにゆっくりと、そうそうそう、あ、落ち着いて静かにゆっくり入れていかないと、そんな激しく入れたらですね、はい、もう私、キャン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 なってしまいますからね、そうなんですよ、私、キャン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 なっちゃうから、そんな、急に激しく入れちゃダメですよーっていうことでございますね。はい。で、これがなんか急にオープンセサミンが早いということでございます。はい。で、こちらも進んでいきたいなーなんて思うんですけれども、こちらも進んでいくことができる。あー、タロタロスさんですね、タロタロスさん、そんな激しくやらないと、ダメですよーって。いいですか、男性諸君、覚えておいてください。女性の皆さんはですね、男性に合わせる生き物なんですよ。はい。男性に合わせてくださる生き物なんですからね。はい。だから、ですから、肉棒を刺します。肉棒を刺した後に、まずはいきなり、スコ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 動くんではなくって、30秒ほどゆっくりして、ゆっくりですね、まあ、30分、できれば1分、2分とですね、ゆっくり時間を空けてから、ゆっくりゆっくり動き始めるっていう風にしていってください。あれ？あ、ここにいたやつがあれなんですね、タロタロスさんなんですね。あ、タロタロスさん、ペロペロスさん、どうも、こんにちは。あれ？あ、帰ってきた。何してんの？ということで、こっちに進んでいきましょう。こちらの方に進んでいくとですね、階段がガンガンあります。はい、で、こちらの階段をですね、降りていくとですね、皆さんがびっくり待ってる、はい、祭壇がいっぱいあるということですね。はい。で、これかつてですね、席を逃げ出せて、はい、グリフィンドール、スリザリン、そして、ハクロバックということで、後ろからもついてきているんですけれども、はい、ちょっとですね、ちょっと、ふにゃちになってきてしまっているので、一旦固めておきましょう。はい。これで、カッチカチにしたところですね、私の穴という穴にですね、差し込んでいただきたいなというふうに思いますんで、はい。で、ここでピッ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 と、で、こっちピッ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 ってやると、早くということですね。そうするとですね、なんか後ろからいっぱい来るよということなので、あ、こっちに向かってきてチーンってことで、ね、は、はい、まさしく言葉通りチーンということでございますね。はい。で、チーンってことで、あ、こっちに向かってきてチーン。あ、なんだ開いちゃった。おかしいですね。はい。そんなことやめて。はい、チーンってことで、はい、降りていきます。さよなら、バイバイって。あ、助かった。もうこんな鎧なんかも見るなんかできるよってことなんですけど、そんなあなたに鎧をいっぱいプレゼント。はい。で、こちらなんですけれども、まずね、こちらの方に進んでいくとですね、この中にですね、いっぱいにもね、全部動かされてしまっていると。なんでこんなね、中に動かされてね、動いているのかっていうのがちょっとよくわからないんですけど、まあ、とりあえずこれはね、全部ね、チンチンってやっていくということでございます。はい。で、ここにですね、ホグワーツの過去の、皆さんが勢揃いしているということでございますんで、まずはですね、はい、早速ですけれども、はい。グリフィンドール、あ、違う、これ間違えた。レイブンクローですね、はい。レイブンクローハッフルパーズ、そして続いてが、グリフィンドー、そしてラストのスリザリンがどこや、スリザリンどこ、あ、いたスリザリン、はい。サラザールスリザリンということで、ね、しました。スリザリンの名前ですね。ここの上司のお名前とですね、全く一緒ということでございます。はい、でですね、彼らがね、私も刺したいよということで、夢中、後ろ向く？当たってねえのか。ああ、おお、すごい。へえ、壊してくれるんだ。壊してくれるのはありがたい。じゃあ壊してくれるならこっちも壊しておいていただきましょう。はい、おいで。バシーンということで、あ、それは壊せねえのかよ。抜け出すことができなくなったかもしれないという、そんなちょっと恐怖心はありながらですね。はい。で、こちらの方進んでいこうと思うんですけれども、まあ、彼らがね、ちょっとね、やっぱ古くなってきたら、これをね、いろいろとね、他にもね、
まあ、盾つけたいなとか、新しいなんか、兜つけたいなとかって、まあ、いろいろとあると思いますんで、まあ、彼らのご要望に期待、そして、クッとする大名でもですね、まあ、なんかいろいろね、やっていくって必要があるということでございます。はい。で、最後のね、宝物のしっかりとガチャッと開けておいて、はい、ゲットは、はい、エメラルト、しょぼかった。はい、ということでございます。で、後ほどですね、こちらの金金でですね、もう文字通り金玉、あですね、ああ、言っちゃった、金っていうことで、はい、もうね、もう全部がね、ああ、ご立派なものをお持ちでございますね、はい。1個しかないのかな、はい。ということで、彼ですね、実は見ていくと、真ん中にですね、まあ、お目目がちらちら光っているということでございます。で、こちら、キャー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 言ってるんですけども、彼女ね、実はね、すごく楽しんでいるということでございますんでね、はい。で、これをですね、まずは、しっかりと切っておきましょうと、はい、あ、これ間違えたかな、あ、これ間違えてますね、間違えてるな。とてつもなく大いなるビッグな勘違いをしてますんで、これとりあえずこっちをカチャンコンとはめていくと、あ、違う、間違えた、間違えた、こっちですね、こっちですね、はい。で、こっちのですね、十字架をですね、貼り付けていくと、まあ、イエスがブッチュンってなっちゃうということでございますんで、はい、イエスがノーでガーってなっているということでございますんで、これずつ、これずつね、取っていこうということでございます。で、こちらもですね、チェンジタイムということで、はい。カンテラをチェンジすると、ウェレレーっていうものが出てきますんで、はい、これでガッチャーンと開くということでございます。はい。で、こちらですね、まあ、果たしてですね、こちらのお宝物ですね、グルフィンドールを取っていくと、まあ、ありとあらゆるものが暴走していくっていうことでございますが、その暴走したものにですね、囲まれるといったらどうなるのかっていうことをちょっと一回ね、実験してみたいと思いますんで、明かり返して落ちていく、キャー、助けて、またなの、いい加減にして、ということでございますんで、まあまあ、皆さんがね、こうやってね、お相手してくださるんで、そんなね、慌てていくこと、ある程度いけない、進めない。あー、もう今日何度刺されたことかわからないんでございますけれども、あれ、あー、後ろから来てますね。で、こちら進んでいこうと思った、あー、こちらでも、俺もあなたと愛し合いたいよーということで、たくさんのね、方々がね、もうたくさんのね、もうご立派な殿方がこちら向かってきているんですけれども、まあ、こちらせっかくと立派な殿方がね、こちら向かってきてくださってますんでね、ガン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 なりながらですね、はい。じゃあ一旦ですね、まあ、やっぱり、明るいところでやるのもなんなんで、こちらのですね、暗くて狭いところでですね、一人一人ね、順番にね、はい、はい、はい。あなたたちは一発ね、発射してしまったら、そこからしばらくは再起不能でございますが、私たちの体力の続く限り、何発でもね、受け止めることはできますんで、ちょっと逆に押し出されてる、どういうこと、どういうこと、違う、おー、私をそんな明るいところに出さないで、やっぱもっと暗いところでそんなジロジロ見られたら恥ずかしいんだもの、キャーって、ガン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 なってるんですよ、今度逆に出れない、今度逆に出れない、あなたたちの性欲には私答えきることができないわ、走る走る、俺たち、私たちだったはということでですね、はい、こちらでなんかまあいろいろと、いろいろとね、こちらでカッチンカッチンになってしまってるんですけれども、あー、ご立派なものがありますね。でも右側にしかついてないですよ、大丈夫でございますか。はい。で、いい子たちなんで、この子たちはですね、とにかくね、固くすることだけを考えているということでございますんで、はい、全然問題はないんですけれども、はい、こちらチラッと上がっていくと果たしてどうなるか、うわー、こっちいますね、ご立派でございますね、ご立派なものがいっぱいあるんですけれども、ご立派なものが1個壊れてるよ、あー、痛い、痛いのはダメ、優しくして、優しくして、もっと丁寧にして、はい、しばらく動かないで、ダメよ、あー、もうダメです、この子たちは受け入れることができません、はい、ということで、はい、こんな状態になってしまいましたが、無事ですね、無事じゃねー、無事じゃなさそう、痛い、もう本当に多分ね、この清掃をしない状態でね、激しい状態になってしまったら、多分もう元に戻ることができないだろうなというところでございますが、はい。無事にですね、はい。次に進むことができるようになりましたんで、とりあえずですね、元のツアーガイドさんにお戻しするためにですね、私、最後まで走り抜けたいと思います。ということで、皆さんにご褒美パンティーラインということで、キャー、なんであなたそのところにいるの、はい。満足した、はい。ということで、まあでも彼らですね、性欲無限大でございますね。かつて原作でやったときは一発ガチャンってやったらね、もう倒れてしまってたってことが、あれ？ここにはいらっしゃらないんですね。こちらにいらっしゃらないようですので、こっちの方に走っていきましょうか。はい。てくだっ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 てくいなくなって、あ、じゃあ、ペロペロさんとタロトロさんでございますね。はい。まあ、全員にね、名前を付けようかなと思ったんですけれども、私ね、もう、一度、相手にした男たちの名前なんていうのは、もう、過去の男ということで、もう、触れることができませんので、ちなみに、こっちの方を、テクテク歩いてると、果たしてどうなるのかっていうことなんですけれども、もうちょっとなんですね、もうちょっとなんですけれども、もうちょっとできそう、もうちょっとできそう、あ、もうちょっとできそうですね、もうちょっとできそうですね、頑張って、はい、もっと早く激しく、そう、最後の、はい、そう、もっと奥までついて、深く早く、もっと早く深くまで行かないと、ダメです、そう、来て、あ、そうよ、いい感じ、そうよ、いい感じ、戻ってったー、なんだよ、役立たずな、ふにゃちん野郎が、そんなんだからダメなんだよ。ということで、はい、最後ですね、こちらを使って完了ということでございます。はい。いるかな？
いなくなってる。ちょっと待って。最後に私のこと満足させてよ。私のこと満足。私が過去の女になっちゃったの。ということで、レオンにお返ししまーす。アシュリー。アシュリー？無事か。無事でございます。ちょっとまあ、あまりの性欲の多い男たちに囲まれすぎて、ちょっと大変なことになってしまったんですけど、無事に、なんとか、はい、性欲にも負けず、雨にも負けず、こちらに来ることができましたのでです。はい、皆さんですね、観光ツアーすごく楽しかったよ、エロかったよ、とかですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら幸いでございます。ということで、試してみて、新しい、オナホよ。俺が下で受け止める。降りられるか。肉棒にそのまま穴に向かって差し込んで、もうなんか、だんだんですね、オブラートに包むどころかも、ドストレートの言葉しか出さなくなってきてしまっているので、相当まずいかなというふうに思っているんですけれども、まあ、男性諸君に関してはですね、はい、あれでしょ、もう男ども大好きでしょ。はい、というふうに思いますんでですね、はい、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ということでですね、はい、もうなんか非常に楽しかったでございます。うん。なんかたまにはね、なんかこういうね、話をね、ベラベラするのも楽しいかなというふうに思いますんで、はい。ということでですね、はい。本日の動画は以上とさせていただきます。次回はですね、またレオンさんに戻りまして、ツアーガイドさせていただけたらというふうに思っておりますんで、最後までご視聴お願いいたします。ということで、本日も動画最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた次回パートでお会いしましょう。バイナラ！